県立中央病院と青森市民病院の統合についてです。新病院の整備に向け、有識者の意見を聞く1回目の会議が県庁で開かれています。県立中央病院と市民病院の統合をめぐっては、宮下知事がこれまでの検討内容を見直し、有識者会議を設置して議論を進めるとしていました。今日の初会合には、学識関係者や医療関係者などが出席し、宮下知事が県民目線で議論してほしいと要望しました。県民目線、そして市民目線でですね、議論を進めていただきたいというふうに思いますし、本、会で出た結論につきましては、私自身が責任を持って、そして青森市長と連携してリーダーシップを持ってしっかりと進めていきたい。新病院の整備場所については、3箇所が検討対象地として示されていましたが、これら3箇所以外も含めて、青森市が主体的に検討を進め、市は来月検討会議を開く予定です。有識者会議では今後、新病院の開院時期や病床規模などについても検討することにしています。